こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、おはようございます。今起きました。時刻は深夜1時4分でございます。起きる時間が1時ってのはね、新聞配達みたいなもんですね。はい、今日ねお伝えしたいのはですね、 YouTube で成功する方法、 YouTube で YouTuber としてね暮らしていく方法をちょっとお話しようかなと思います。前回の吉谷さんの放送でもやっぱりね、我々は億万長者合宿というのを、ね、主催して、億万長者になるかどうかわかんないけども、とりあえずねお金持ちになる方法はお伝えすることができる、一人で稼ぐ方法、自由に稼ぐ方法をお伝えすることができるというふうなねお話がありました。で、私もこれには本当に同意でですね、ただしやるのは私たちだけじゃないんですよ。やるのはあなたですよ。誰なんですかってことなんですよね。で、億万長者合宿をやる中でそんな大層なねネームをつけてるけども、億万長者つけてるけども、その合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですかと質問が来ましたよね。で、この質問が来る時点でもうダメなんですよ、はっきり言って、ね、それは分かんないわけですから。例えば、ね、東大合格塾っていう塾に入ったら、みんな東大に合格できるんですかってことになって、それが担保されるんだったらね、100万人が入学してしまうんですよ。ですので、やっぱりね、一つはマーケットというところの争奪戦になりますから、どこまで行ってもビジネスっていうのは敗者がいるっていう構造は、これはね拭えないんですよ。以前ね、スクローズっていうドラマがありまして、その中に川浜一の悪、大木大輔っていうのがね入学してくるわけなんですよ。その大木大輔さんは松丸由紀さんがねやっていたんですけども、途中でね、なんで大木大輔が母子家庭になってしまって、お父さんがね死んでしまったのか、自殺してしまったのかっていうストーリーに触れる回があるんですよ。で、もともと大木大輔さんのお父さんっていうのは雑貨屋をやってたんですよね。で、雑貨屋の前には大きな広場があって、大木大輔くんが幼い頃、そのスーパーの前の大きな広場で、駆け回ってね、野球をやったりね、近所の人たちと遊んでたり、子供たちの憩いの場だったわけなんですよ。でも、ある日その大きな空き地にですね、調査が入って、スーパーがこうドーンとね、ショッピングセンターがボーンと追ったせられることになりました。今でいうイオンモールみたいなやつですね。40年前そういうことが結構ね日本中だったんですよ、大規模開発っていうのがね。で、大きな店がドーンと立つと、その周りにあった、もともとあった小さい小店っていうのはとてもじゃないけどもやっていけなくなりますよね。大手の資本がドーンと入ってね、従業員さん多い、お客さん集客力ある、駐車場もあって、その頃一家に一台車みたいなね、もう車で買い物に行くっていうブームが始まった頃です。で、そうなると駐車場もない、雑貨屋という小さいスペースでやっている、で、そんなにね価格も下げるのに限界がある、そういった小店っていうのはひとたまりもなかったんですね。その中で商売に敗れて、大木大輔さんのお父さんは死んでしまったというふうなね、そんなストーリーなんですよ。で、そのスーパーを追っ立てたグループの名村財閥の総帥が、総帥名村さんっていうね代表者がいるんですけども、その名村さんの隠し子が陽子さんって言ってね、いわゆるその何て言うんですかね、レモンをこうやって投げてるね、伊藤和恵さん扮する謎の少女っていうのがオチだったわけなんですけども、その伊藤和恵さんがラグビー部の、生徒ではなかったんだけどもマネージャーをやるっていう形でね、結構むちゃくちゃな設定ではあったんですけども、当時のむちゃくちゃな時代背景の中では何も疑問はなかったと。ちょっと話がねスクローズのことに偏ってきたんで軌道修正しますけども、このようにね新しいマーケットに新しい勢力が入ってくると、それまでそこにいた勢力との戦いになるわけですよ。で、大抵ね、もともといた人って破れるんですよ。で、途中から参入する人、後から参入する人って、もともといた人をきっちりリサーチして弱点と強みっていうのをね分析した上で入ってくるんで、ランチスター戦略っていうんですけどね、もともといた先行者の方が弱いっていう傾向にあるんですよね。で、先行者っていうのはずっとね成功例を積み重ねてきたからこそ、新しい挑戦っていうのをすごくねしにくくなってくるんですよ。もう本当皮肉な話ですけども、ずっと成功していくと、その成功例がどん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 成功事例がね自信になって、新しいアクションを取るときにその成功事例を参考にしちゃうんですよ。でも新規参入の人っていうのは成功例ももちろん見るんですけども、どうやったら失敗するのかっていうふうなね、そういうふうなね敗北するケースっていうのをたくさん分析して、その敗北する要素を抜いた後で勝利の選択も作ってくるんで強いんですよね。それでね、やっぱりね、ずっと先にそこにねじろうしていたね先行者にしてみれば、
不意打ちを食らう状態で後発が出てくるものですから、やっぱりひとたまりもないんですよね。基本的にはそういう構造になって、いろんなマーケット、国家、そういったものが凌駕されていくっていうことになります。で、YouTube なんですけども、 YouTube もね、もう先行者十分いる状態なんですよ、YouTube も今となってはエンターテインメントの一つでもあるんですけども、ビジネスの現場の一つでもあるんですよね。有料コンテンツって言ったら、とっても良いコンテンツって意味ですけども、お金がかかるコンテンツじゃなくて、とっても良いコンテンツをどんどん発信してるね、そういうふうな YouTuber さんがいらっしゃる中で、その YouTuber さんをよく分析して、どういったものだったらうまくいくのか、どういったものだったら成功するのかっていうふうな検証を繰り返していかないといけないんですよ。それが後発の YouTuber の最低限やることなんですよ。そうなるとリサーチには、まあそうですね、今からね1年ぐらいかかりますね。才能が相当あってビジネスセンスがあれば1年もかかりませんけども、そういう方はすでにどっかでビジネス当てて、やっぱりね、数万人のフォロワーさんがいらっしゃる状態でこの YouTube に入ってくるってことになるんで、やっぱりね、弱点ではなくて強みをよく持ってるんですよ。で、何の準備もないまま YouTube に参入してくると、するべき準備っていうのを YouTube 活動しながらすることになりますんで、それは1年はね覚悟しないと。1年ぐらいでうえって言ってるだったらそれはできないですね。というのも、どんな道もプロになるのに数ヶ月ってことはないですよね。プロボクサー、イラストレーター、デザイナー、作家、演劇俳優、その他もろもろですよ。ですから1ヶ月ぐらいでプロになれる業界ってありますかね。3ヶ月ではどうですかね。1年で暮らしていけるようなスキルが身につけられるような、そんなフリーランスって何かありますかね。私はないと思うんですよ。でもビジネスの世界っていうのは、見た目とか、それからその本人のね、過去とか発想とか人種とか全く関係ないんですよ。マーケットが求めるか求めないかだけなんですよね。まあ、ですので、本当に一番正直に結果が出る、そんな世界がビジネスだと思います。もちろんね、嘘を仕掛けるジャパンライフみたいなこともあります。ね、そういうものもあって、マーケットっていうのは判断するんですよ。嘘なのに見抜けない、まがいものなのに見抜けないマーケットっていうのが、間違った評価を提供者につけることもあるんですよ。だからそれはね、私たちはあえて間違った情報を流して、受けるためにインチキをするとかね、誇大広告をするっていうのはビジネスの正直な状態じゃないと思いますんで、それは私個人のモラルとしてはやらない、やらせないっていうことになりますね。はい、いろいろと話しましたけども、参加したらお前どれになるのか、ちょっとすいません、音声が出まして、結局ね、申し上げたいのは、いつ金持ちになるのか、いつ成功できるのか、それを決めるのはあなただということなんですよ。じゃあ1年後に成功したいなら、1年後に成功するべきようなことをする、1年後に成功することを確約してくれる人についていく、これしかないですよね。多分いません、そういうの。確実ってものはこの世の中はないんですよ。全部不確実で、不安定要素、不条理、こういったものがあることを考慮してトライしていくんですよ。そして全身全霊でぶつかった挙句、全てを失って終わりってこともあるのがビジネスの世界であり、投資の世界であり、人生というね、ライフステージなんですよ。だからね、確実に成功できますかって質問は、その人生のステージそのものを誤解している可能性があります。世の中っていうのはね、お母さんが見守ってくれて、お母さんが責任を取ってくれるわけじゃないんですよ。自分が身をさらして、腕一本足一本失う覚悟で一歩前一歩前進むものなんですよね。もしくはね、一歩前に進むのを恐れて一歩後ろに下がったところで状況同じなんですよ。後ろから流れ玉が飛んできて命を失う可能性があるんですよ。だから360度どこへ向かってもそこに留まっていても死は迫ってくるんですよね。死っていうのは実質的な死でもあるんですけども、ビジネス的な死という意味でもあります。まあ、ですんでね、ビジネスをやる、やらないにかかわらず、その世界に興味を持った瞬間からその覚悟はいるんじゃないかなっていうのが私の考え方ですね。まあ、ですんで、明日に伸ばすことはないと。明日に伸ばすということは一生しないという、そのぐらいの覚悟で今日という時間をね、生きていかねばなと思うんで、この時間に起きて私もやるわけなんですよ。しかしね、この1時に起きてやるって活動がもうね、商売のために仕方がないって精神だと、これはまた持たないんですよ。私はね、こうやってカメラの前で深夜一人シーンとしてる中で喋るのがむちゃくちゃ好きなんですよね。そして夜明け、家族が起き出して世の中が目を覚ました時に、全てが済んでる状態で、今度はこの社会と融合する、このね感覚もね、大好きなんですよね。ということで、24時間営業中、速稼塾の久保でございました。いってらっしゃい。